で、のこぼチャンネルです。お願いします。お願いします。今日はビビットなお召し物で。何のビビットって、終わった番組じゃないのかと。あ、違います。違う。あの、鮮やかなビビットってやったっけ。あ、やってんだ。あります、あの朝の番組ですよね。はい。なんてこと、ビビットあの、鮮やかな。あ、それビビットって、あのビビットってことは鮮やかってことがある番組。はい、はい、あ、そうだと思います。ビビ、あの、ブルちゃってんのかと思った、ビビ朝にはね、あまり合わないかもしれない。ちょっとね、はい、テンションもおかしいのよ。プロ野球ニュース明けじゃん、はい、だから昨日はプロ野球ニュース行く時に絶対お台場が混んでると思って、いや、フジテレビってありがたくて、そのタクシー代出してくれるのね。あ、そうなんですね、うん、こんな奇跡じゃん、俺からタクシー代今のこっちですから。解説者いっぱいいんだよ、同じだから、はい、だから昨日バイクで行ったの、はい、かっこいいですね。レインボーブリッジ渡ったのも、バイクで。いいな。あれはね、乗らない方がいい。なんでですか。怖い。風は吹くし、はい、あ、絶対左側のガードレールに当たったら俺は落ちると思った、なんかぐらい怖いから、バイクは気をつけた方がいいなってのは昨日思ったっていう思いをして、はい、やっぱりプロ野球ニュースやるじゃん、そういう思いをしてっていうか、そういうことやってさ、でこう思いにふけてるわけよ。だからすぐ寝れないのは、その放送の反省は俺はしないんだけど、はい、まあその山田幸美ちゃんが一緒にやってる人はプロだから、はい、でもスタッフもめちゃくちゃプロなわけよ。やることないの、うん、俺自身は、はい、で昨日もデーゲームで見に行ったの、まあ、いろんなの酷使すると結構な試合数は見れるわけよ、はい、行ったの昨日デーゲーム見にね、フジテレビまで、うん、それ最初バイクで行ったんだけど、まず言いたいことがある。さあなぜ行ったでしょってみんなに言ったの、俺がなぜ来たと、はい、十字入りでいいですよって言われたの、はい、よし、みんなに当ててくれと、スタッフに、はい、一つは俺のやる気だと、はい、ね、あ、違う、やる気だと何なのか、お前らちょっとみんな当ててみてくれと急に来るな、いけ、クイズ、座ってすぐ、ヘルメットかぶったまま入ってったから、はい、みんな誰だ、よく止められなかったですね、音か中が見えないわけ誰だみたいな、余計怪しいじゃないですか、上げて取ってちゃんとマスクしてからだよ、はい、なんで俺が来たと思うと、はい、さあなんで俺は行ったでしょう、うん、プロ野球ニュースのそのデーゲーム、何の思いがあってプロ野球ニュース行ったか、何か確かめたいことがあった、はあ、寂しかったから俺このまま10時まで一人はねえよなみたいな、みんなに寂しいから来たんだよって、同期はそれは同期はですよね、まあ、その時に、まあ、ゲームをやってるわけじゃん、はい、気になったことがあって、はい、それやっと本題なんだけどはい、お願いします。そのジャイアンツ戦、俺ジャイアンツファンじゃない、はい、だからジャイアンツ戦勝ってほしいって気持ちもあれば、でも笹岡もめちゃくちゃ、広島の笹岡監督もめちゃくちゃ仲いいのよ、もう芸人の時から、はい、ホームラン打った晩も今だから言えるけど一緒に飲んだりとか、うーん、本当に今だから言える話ですね複雑な気持ちでやっぱ見るのよ、正直ね、うん、野球小僧だから俺たちは、はい、プロの解説者というよりも MC だとあんまり評論が入んないじゃん、うん、で昨日はあの五十嵐亮太と、はい、天の声は達川さんだから、はい、もう達川さんはもうプロだから、はい、振ればもう分かって時間も尺も読んでやってくれる人だわけで、亮太がどうかなと何回か番組でちゃんと話できてるし、もう俺やることねえなと思ったら、だからゲームを楽しんでみるわけ、はい、ファンで。これがさ、もうジャイアンツのやっぱ坂本勇人の存在ってこんなにでかいのかっていう、あ、もうお伺いしたいですね、うん、のが一番のメインなんだけれども、はい、そう思って坂本勇人がいなくなって、これどうなんだろうなと。勇人も若い若いっつったってね、これからじゃあ本当20代の時みたいにできんのかよっていう、まあ、原監督がコンディション重視の人だから試合1年持つけど、あれ厳しい監督でベテランも何もないなんつってやらされたら、とっくにこう怪我して、まあ、コンディションよくあるじゃん最近、コンディション不良みたいな、はい、で、まあ、試合出れなくなるんだけど、でやっぱ案の定もう早い初回か2回、初回だなあれ、廣岡が、まあ、ちょっとイレギュラーしたにしろ、いやいやプロでしょっていう、うん、そこのエラーはねえよ。 なんでかっていうと、はい、昨日先発したの、あの新人のやつなの、赤星って150は出るんだけど常時じゃないわけよ、アベレージで言ったのも143試とかぐらいな、俺の中ではかかった時に150いくことあるだろうけど、まあ、何かっていうと打たして取るピッチャーなわけよ、はい、打たして取るピッチャーが打たして取ってんのに、うん、エラーされたら話になんないの。そうですね、
で五十嵐亮太はやっぱり亮太はもう辞めたばっかりで優しい男だから、これじゃピッチャー本番中にピッチャーもやってらんないよ、やってらんないことはないですけど厳しいみたいだけど、これからはやってらんねえよって、うん、でよくセンターラインが大事って言うじゃん、はい、あれなんでかって言って簡単な話だと俺は思っててね、センターラインに一番球が飛ぶわけ、はい、うん、だってセンター返しと教わるんだから、うんうん、普通センターの普通にバンって打ったらセンター飛ぶようになってるの、はい、うん、で緩い球が来たからちょっと引っかかって左行くとか、振り受けたからライト行くっていうの基本はこれやっぱりよっぽどつけようとかしないで普通に打ったらセンターラインに行くわけ、はい、だからセンターラインが大事っていうところで打たしてと打たしてんのにまず廣岡がエラー、はい、もう終盤に終盤っていうかまあもう本当の最後ボロボロになる増田が出てきて、まあ、増田大体ダイソーとかが多いんだけど、はい、またもう普通に取ってさ、うん、ちゃんとやってよっていう、本当にセカンドでバーンと放ればいいのに、クソワンバン放るわけ、はい、お前キャッチボールできねえのかって、うん、っていうのの今日が言いたいことがあるわけ、はい、これって選手だけの責任になるじゃない、そうですね、見た目的には、はい、俺の今見た疲労感何やってんだお前とか、まあ、ファン見ればではそうなっちゃいますよね、マスだだからお前レギュラー取れねえんだよ、うん、なんか坂本がいなきゃ勝てねえとかなっちゃって悔しくないのかっていう方に思うじゃん、そう思っちゃいます、でもこれが一番大事なのは、はい、本当はコーチ陣がそこをしっかりしなきゃいけない、原監督はコンディション重視の監督だから練習量ってのは必ず落としてるわけ、もう今第1回目の疲れが来てんの、みんなぐー、はい、気持ち張っていくんだけど、もうちょうど慣れてきたこの頃が一番疲れてんの、うん、だから夏頑張っちゃって秋になると具合悪くなる人多いじゃん、そうなんですね、代謝も悪くなって、はい、もう具合悪くなるの、大体季節の変わり目って亡くなる人も多かったりとか、はい、病気する人多いのよ、あ頑張りすぎじゃん、だ夏は代謝実は下がってんだから、はい、あったかくて、だからそういう時我々も代謝もアドレナリンもグー上げていってて、もう疲れるのがこれ1ヶ月ぐらいしてからなわけ、うん、だから余計コンディション的には原監督は落としてるんだから、そういう頃起きた時にお前よしノックでもツーアウト満塁ショートゴロ深いとこ行ってセカンドでアウトにしてみろみたいなのを1球でも入れとく、で本来は俺の考えと原監督の考えは違って、俺は勝つをやんなきゃダメっていう、若い選手は特に、はい、なぜって言ったら同じ打球は一生ないって言われてるの、ないのよ、同じバッターが同じピッチャーとやって同じ球打って同じショートゴロ行って同じサーブスリーバウンド目に取っても同じ打球はないの、はい、確かにそうですね、っていうとそれに近い打球をいっぱい受けとかないと対処できないでしょっていうのは俺の考えで、それは小林先生って順天堂の先生とも確認し合ってるわけだから数が必要だよっていう、うん、意識してやったら疲労による怪我はしないっていう、それ医学で解いてくれてから我々も自信持って千本ノックやってみようとかってやったんだけど、うん、はい、それをでも原監督がコンディション重視にするということは、コーチがそのコンディション重視ということは数ができないわけだから、はい、その数はできなくて試合前の練習なんか70分ぐらいしかないんだから、で打つのなんか4分とかなの、下手したら夏もうこれから3分半ぐらいで回すわけ、結構短いんですね、短いのあっという間だよ、そうするとノックの時間とか走塁の時間が結構増えるわけ、はい、だそこで想定する打球を取って投げさせておく、基本みんな取ってファーストスローがするわけ試合前の練習って、はいはい、セカンドスローって極端に数が減るの、うん、だからあのそこの準備を、まあ、元木ヘッドはじめヘッドがそこ仕切んなきゃダメだよな、で内野守備コーチにしても外野守備コーチにしてもラインいつもやってる広島のそのマツダスタジアムだとしても、もう一回だけフェンス沿いに打っといてセカンドに返す、しっかり中継まで返すっていうのを練習しとかなきゃリタイムに合いますよっていう、だそういう隙があって俺は去年も勝てなかったと思ってる、で負け出したら負の連鎖だからみんなやばいやばいと思うと自律神経もめちゃくちゃ乱れるわけ、一回うわってこうドキッと忘れもしちゃったって思うと自律神経は 2,3 時間戻らないって言われてるのね、そんなに戻らない、試合終わっちゃうじゃん、そうですね、もうっていうのをもう一度やんないと巨人俺あれやばいと思う今年、そういう細かいところにやっぱ秘訣があるわけですね、うん、そこはねやっぱコーチが気がついてやっぱり監督を支えるってそういうことだよね、いやそういう想定も大事ですね、そうそう、だからそういうことしとかないとまず広岡のエラーでみんながあれってこうなるわけ、ああやっちゃった、みんなつられますもんねそういう時って、うん、ちょっと任しも抑えようって自分もなんとか抑えなきゃとかってやるけど結局抑えきらず昨日の結果になったわけ、大敗じゃない、そうですね、もうあんなもう恥ずかしくてしょうがない試合だよ、巨人ファンにも今日あの入場券返せってぐらいの試合やっちゃってるんだから、そこはみんなが想定した練習をしとく、頭でも練習できるんだから、うん、でイメージしてやった練習、こうやってやるぞってやった練習って、はい、効果ってのも100倍にも200倍にもなるって言われてる、
意識してやったものは、はい、うん、だから1球のノックでも100球になるわけじゃん、意識してやった、ね、その想定してやったものは意識次第ですね。だからコンディションも整えられる、ちゃんと意識してそういう場面を想定してやっとく練習っていうのがすっごい大事だっていうのを今日お伝えしたくて。いや、じゃあこの時期ならではの出来事っていうことでもあるってことですね。そうだ、今だから間に合うけど、間に合わないよ、終盤去年間に合わなかったからガタガタガタって負けちゃってるじゃん。そうですね、もう手の施しようがなくなっちゃダメだよっていう。じゃあ今回はその裏側に勝つということですね。そう、だからもう広岡にしても増田にしても、だからチャンスをものにするっていうのはしっかり準備ができてなきゃチャンスはものにしない、はい、っていうと昨日の立浪采配なんてのは盗塁はうまくいく、あのバッテリーで走れるよって想定を、監督の気持ちをもちろんミーティングで言うからコーチが伝えておく、エンドラン今日かけていくよとかやっていくとか、ソフトバンクもそう、エンドラン今日多めにするぞって言ってなきゃあんだけハマらない、まあ、あんだけヒットになるっていうのは昨日はちょっと珍しいんだけど、はい、山本打つならコンパクトに、ちっちゃくコンパクトにっていうのはエンドランが一番いいわけ、あパチッと打っていくから、それをだから攻撃プラス打撃に生かしてしまうっていうのをやったのが、練習も入れとかないとあんだけ前にしっかり飛んでいかないで俺は思ってるから、ぜひそれジャイアンツもねやってくれないと、はい、あやこってバッターの下の方がガタ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 って出てきてバカンまくられちゃうから。あ、そうですね、じゃあ今から巻き返しということでお願いします。はい、じゃあ今日は深い話が来ました。今日もですね、はい、もう連打したいぐらいです。そうそうそう、もうありがとうございます。ジャビット、え、何ですか、ジャビットから、ジャビットから、え、あ、こんなに黄色かったでしたっけ。いやいや違うだろ、ビビットビビットですありがとうございましたこの動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。